もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。津軽海峡冬景色や天城越えなどの名曲で知られ、 NHK 紅白歌合戦に46回出場するなど、日本を代表する演歌歌手である石川さゆりさん。そんな石川さゆりさんに現在ある疑惑が吹っかけられています。名曲天城越えが殺害予告の歌だったというものです。この疑惑に対して反論するファンが続出しているそうです。また石川さゆりさんは名曲能登半島での復興支援も話題となっています。そして一人娘である沙織さんが病と戦っているとの噂もささやかれています。今回はそんな身辺が騒がしい石川さゆりさんの噂などをお調べしまとめましたので、最後までご視聴お願いいたします。石川さゆりさんの代表曲であり、発売から約40年経った今でも歌われ続けている名曲天城越えが殺害予告であるという疑惑がかけられた発端は、先日放送になったこの歌詞が刺さったグッドフレーズという番組でした。この番組は前半は世代別にドラマの名台詞のグッときたフレーズを紹介しており、問題になったのは後半の令和じゃありえない昭和のアウトフレーズという歌の歌詞について言及するコーナー内でした。ヒロシ&キーボーの名曲3年目の浮気の3年目の浮気くらい多めに見ろよはモラハラだと紹介し、島津豊さんのホテルや山口百恵さんの絶対絶命はクズ男、八代亜紀さんの愛の執念は怖い女と紹介していました。そして石川さゆりさんの天城越えはあなたを殺していいですかという歌詞が殺人予告だと騒ぎ立てていました。こんな不名誉な疑惑を吹っかけられた石川さゆりさんのファンは、こんなことをして石川さゆりが天城越えを歌えなくなったらどうしてくれるんだといった声や、昭和の名曲を愚弄するな、悪ふざけにも程があるなどの反論の声が多く寄せられました。そんなこじつけに近い疑惑を吹っかけられている石川さゆりさんですが、今年の初めにあった能登半島地震に対し、自身の名曲であり同地名をタイトルにした能登半島で復興支援することになったそうです。先日同曲を作曲した三木隆さんが創設した音楽事務所が今月発表した内容によると、リリースから同日で47年の名曲である能登半島の著作権使用料の一部が能登半島地震の災害義援金として石川県に寄付されることになったそうです。被災地の復旧復興に一役買うことになりました。名曲能登半島は三木隆さんが作曲を担当し、阿久悠さんの作詞で1977年に発売されました。この楽曲は夏から秋への能登半島の季節の移ろいに女性の恋心を重ね合わせているものです。三木隆さんと阿久悠さんのコンビで大ヒットした津軽海峡冬景色に続く石川さゆりさんの代表曲の一つで、石川県でも長年ご当地ソングとして親しまれていました。三木隆さんが創設者である音楽事務所ソラミュージックが今年度最初の著作権使用料を取りまとめる今月に最初の寄付を行い、その後取りまとめごとに寄付を続けることになるそうで、同社の花畑秀人社長は、能登を勇気づける歌であり、能登を離れた人に故郷を思い出してもらうこの歌が復興の支援になってもらいたいと話しました。石川さゆりさんが歌えば歌うほど復興の手助けとなる素晴らしい取り組みだそうです。そんな能登半島が今年の紅白で歌われるのではとの噂もささやかれています。5月4日に石川さゆりさんは NHK で放送された歌番組の生放送に出演した際に能登半島を熱唱し、多くの感動を呼びました。放送後 SNS には、今年の紅白の石川さゆりは天城越えと津軽海峡冬景色のテレコから外れて能登半島になること決まりだなといった声も上がっていました。石川さゆりさんは2023年放送の NHK 紅白歌合戦では津軽海峡冬景色を歌い、22年は天城越えで出場しました。そしてその前年となる2021年には
津軽海峡冬景色という具合に、07年から津軽海峡冬景色と天城越えの2曲を交互に披露しています。このことに対し一部メディアには無限ループと揶揄されたほか、視聴者からもまた津軽海峡冬景色名曲だけどこすりすぎ、毎年毎年津軽海峡冬景色か天城越えばっかでよく飽きないわね、名曲だけどね、などと2曲の繰り返しを残念がる声が上がる事態となっていました。そんな石川さゆりさんが2024年大晦日の紅白に出場したら、果たして能登半島を歌うのでしょうか。2025年元日は能登半島地震から1年の節目となるだけに、脱無限ループし能登半島を歌う可能性は大いにありそうですね。そんな石川さゆりさんは楽曲以外にも娘さんに関してある話題が噂されています。一人娘である沙織さんが心の病気なのではというものです。石川さゆりさんは1981年に自身の担当宣伝部員である馬場健二さんと結婚しました。馬場健二さんは早稲田大学卒業後ホリプロに入社し、当初森昌司さんの現場マネージャー、石川さゆりさんの担当宣伝部要員となりました。ホリプロを退社後にフリーライターやカメラマン、議員秘書、社外取締役、タレントなど様々な職に就いていました。また学生時代は学生運動に没頭しており、その仲間には同級生でもある音楽家の坂本龍一さんや、元自民党衆議院議員で元官房長官かつ元厚労省の塩崎康久さんがいるのだそうです。そして石川さゆりさんは馬場健二さんとの間に1984年一人娘である沙織さんが誕生しました。しかしお二人は1989年に離婚しており、その後石川さゆりさんは女手一つで沙織さんを育てました。そんな沙織さんが心の病の噂になったのは、沙織さんが15歳の時イギリスに留学したそうです。その時に人種差別のような嫌がらせを受けたことで対人恐怖症になってしまったそうです。現地の人にいじめのようなことをされていたみたいです。しかし現在は安定しているようで、石川さゆりさんの事務所を手伝っているようです。ちなみに祖母、母、娘で3人暮らししており、石川さゆりさんと沙織さんは大の仲良しなのだそうです。石川さゆりさんの晩ご飯は沙織さんが作っているようで、沙織さんの手作りのご飯はとっても美味しいそうで、温かいものは温かく冷たいものは冷たく食べるというのが石川家のモットーなんだそうです。お買い物も母子2人でよく行くほどの中で、他にも矢野明子さんの家に2人が一緒に遊びに行ったりもしているようです。そのつながりで矢野明子さんと上原ひろみさんのコンサートにも親子で見に行ったそうで、楽屋に挨拶に行ったところ、そこには歴史の池田隆さんがいたのを見て、沙織さんが、池ちゃんの音楽は最高に楽しいんだよ、お母さん歴史を知らないの、私は今日一番テンションが上がっていると興奮気味に石川さゆりさんに話しているのが珍しく、矢野明子さんに池田隆さんを紹介してもらったそうです。そして石川さゆりさんは家に帰ってから沙織さんの勧めで歴史の CD を聴かせてもらい、このことが縁となって後に歴史のツアーにゲスト出演をするまでの関係になったそうです。石川さゆりさんはインタビューにて、普段から沙織さんからいろいろなことを学ぶことが多いと語るほどの良好な関係を築けているようです。天城越えの歌詞についてこじつけのような疑惑を吹っかけられたり、能登半島が復興の手助けとなったり、最近何かと周りが騒がしい石川さゆりさんですが、調べていくと騒がしいのは周りなだけで、幸せな家庭の中で暮らしていることが分かりましたね。今年の年末の紅白歌合戦では、ぜひ石川さゆりさんの能登半島を聞きたいものですね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。